はい、まあ、ボンゴト関正義でございます。今日の実験はですね、バケツこれ2つあるんですけれども、まあ、大体そこが大体16センチまでお湯を入れましたと。両方ですよ、両方入れてます。でこっちの、右側の方がですね、これあのこの水に対して直接あの断熱材をこう浮かせるということですね。でこちら側の左側の方は、断熱材を、浮かせずにこのカバーをかけているわけですよ。ということは大体 どれぐらいなんだな、左側の方は約、まあ、4センチのこのエアーの層があると、どっちが断熱効果がありますかということを今調べて、います。スタートし始めました。両方ね51度、そこも、そこも51度だし、表面も51度、両方ですね、ということでスタートです。はい、マーパンこと関正義でございます。7時間を計測しました。今ね、まあ、もう夜8時になろうとしてますね、ということで最終的にはですね、最終的に、まあ、もうこれでちょっと完了しようと思うんですけれども、こちらの、エアーがない方ですね、これが上が36度で下が35度、こちらエアーがある方は上が35度で、まあ、そこか、そこが37度、気温は26度ということですね。どち、まあ、今の現在の感想でいうと、まあ、感覚でいうとどちらかというとこのエアーで保温した方がどうもあの保温効果があるということですね。またグラフ化してまとめたいと思います。どうもありがとうございます。はい、今回のこの実験なんですが、ちょっともう一回あの詳しくあのご説明させていただきたいと思うんですけれども、こっちがですね浮き蓋、浮き蓋じゃない、こっちは浮き蓋ね。この、お湯に対して直接あの浮き蓋をかませると。で、これでどういうふうに熱が逃げていくかということと、こっちはあの蓋をつけて、このエアーを、ここエアーを温めて、それで熱をどう保温するか、それで熱がどっちがどう逃げていくかということで、まあ、これは比較したわけですよね。そう、前回ね、前回というか前の実験ではこう蓋がない場合ね、面白いことに、ここの方が、底の方があったかくなって、上の方があの冷たくなる、まあ、冷たいっていうか、まあ、この差もこの43センチあったんですけど、この差がね、あの深さが、まあ、1度ぐらいの差が出たということで、まあ、要はね、逃げていく熱が多いと、どうもこっち、この底の方が暖かくなって上の方が、まあ、ちょっと温度が下がるということで、今度、まあ、今度はこの蓋をつけた場合どうなるかということですね。まあ、いうことで、まあ、結果なんですけれども、こんな形になりましたね。まあ、横が時間軸ですね。それで、縦が温度ということで、まあ、最初、まあ、51度がこう下がって、これだとよくわかんないんで、よくわかんないんで、これはあの、これはあれだね、ちょっと待って、これはあの、まあ、直接、まあ、いや、直接エアーですね。あ、エアーじゃない、浮き蓋、青が浮き蓋の、上の方、浮き蓋のオレンジが浮き蓋の、底の部分ね。で、これはエアープラス、蓋の上、上部の方と。で、この、黄色かな、黄色の部分がエアの底ということで、これね、よくわかんないんで、ちょっとこれ分けてみました。あの 点を、上の方と下部の方、まあ、分解してみましたということで、それで、あ、落ちちゃったね。それで、上部温度に関しては、まあ、こういう形になりましたね。
こういう形になって、まあ全体的に見ますと、エアプラス蓋の方が保温力があったと。で、浮かし蓋の方が、まあ、なかったと。まあでもね、そんなに差はないんですよね。そんなに差はないんですけど、まあ、そんなに差はないんですけども、まあ、エアプラス蓋の方が、まあ、よかった。多少ね。1度ぐらいの差なんですけど、この底の方に関しても、そうですね。ここ、後半なんか、そうですね。底の方に関しても、浮かし、エアプラス、エアプラス、蓋の方が保温力があったということになりましたということですね。ということで、で、さらに、以前はこの43センチのこのお風呂で実験したんですけれども、これはあの底の方が、これ蓋なしでやったんですけど、これは底の方がまああったかく、底の方があったかくて上が冷たいと、冷たい、まあ1度だけの差なんですけど、いうことが起こったんです。今回は、ちゃんとこの1度の差なんですけども、底の方が、まあ1度だけ下がって、上の方が、まあ、高くなったということになりましたね。ちょっとね、面白いこと、これ大気の関係もそうですよね。大気もこの要は上に逃げていく分があると、まあ、逆にこの地面付近の方が暖かくなるということですよね。一概にこの冷たいものが下に、冷たいものが下に来て、暖かいものが上に行くということにはならないということですね。どういうふうに熱源が入ってきて、どういうふうにあの熱が逃げていくっていうことに関わってくるということでした。まあ、ということで、まあ、まあ、結論なんですけれども、エアプラス蓋の方が保温力がありましたと。まあ、ただね、そんなに大きな差ではないということなんです。はい、どうもありがとうございました。失礼します。